立憲民主党代表の枝野幸男です。安保法制の強行による立憲主義の破壊、共謀罪に象徴される表現の自由に対する侵害、アベノミクスという名の強いものだけをより強くして、貧困が増大をする、国民が分断をされる、安倍政権での5年間おかしいぞ、変だぞ、声を上げてきた皆さん、声を上げられなかった皆さんまで含めて、この機会に声を上げる皆さんこそがこの戦いの主役です。この戦いは政党の戦いではありません。右か左かという古いイデオロギーの戦いではありません。上からの権力的な国民の声を聞かない間違った民主主義に対して、草の根からの国民の声に基づく民主主義をもう一度立て直す、その第一歩にする戦いだ。まさにみんなのための政治を取り戻しましょう。国民のための政治を取り戻しましょう。立憲民主党はその中でしっかりとした役割と責任を果たしていきます。私もその先頭に立ちます。しかし私にはあなたの力が必要です。どうぞ力を貸してください。